新年明けましておめでとうございます。サムライチャンネルへようこそ。今年も理屈じゃない遊び心を大切に動画作成を行っていきます。そして新年初の動画として暴走族と窃盗団のコラボ動画を作成しました。そして前回のステッカープレゼント企画については動画の後半でお話をしたいと思います。それでは本年もよろしくお願いします。サムライチャンネル。年末年始の雪はほんとすごかったですね。やっと太陽が出てくれました。今回は新年初の暴走行為、初日の出暴走を行っていきます。さあ、それでは暴走行為といっても辺り一面のね、もうこの積雪ですから、まずは窃盗行為を行って雪の下に隠れている草を探していきたいと思います。この時に注意しなければならないのは、雪と一緒に草もね、窃盗しないようにすることが大切となります。そのためにある程度ね、雪を残した状態で除雪機での窃盗行為を終えたいと思います。この時のポイントとしては、オーガの高さを一番ね、上げておくっていうのがね、大切かなというふうに思います。このオーガをね、一番下に下げてしまうと除雪機がね、ハンマーナイフモアになってしまいますので、十分注意をするようにしてください。してくださいとは言っても、こんなアホなことをするのはね、私以外にはいないかもしれないですね。さあ、そして最後の仕上げは金造のアルミスコップですね。軽くて丈夫、もう雪国ではね、定番の商品なんですけど、浅香工業さんの作っているこの金造印のアルミスコップで草を掘り出していきたいと思います。まあ掘るとは言ってもね、確かこの辺に草あったよなっていうような感覚で掘ってますので、もしなかったらね、また違うところをね、掘り返していかないかなというふうに思っています。そして映像の方は早送りのね、5倍速でお送りしています。窃盗行為の基本はやっぱりスコップですよね。狭いところや高いところ、機動性のある窃盗行為ができるので必須のアイテムですよね。なんかスコップではなくシャベルと呼ぶ地域もあるようですね。さて、皆さんの地域では何と呼ぶのでしょうか。さあ皆さん見てください、雪の下からこのね、青々とした草がね、出てきましたよ。雪の下でもね、枯れないでしっかりとね、養分を蓄えて雪の寒さにね、耐えてるんですかね。さあ、燃料を抜いてね、保管してあった草刈り機を引っ張り出してきました。雪の上に置いてある草刈り機ってのもね、なかなかいいもんですよね。それでは燃料を入れていくんですけど、今外気温がね、0度なので、全合成油のカストロールパワーワンレーシングを使って、混合ガソリンを作ってみました。以前の試験で、このね、パワーワンレーシングさらっとした印象があったので、このね、0度という低温の中での、指導性に大きく影響するかなと思いまして、この2サイクルエンジンオイルを選択してみました。まあ選択してみたのはいいんですけど、こんな寒い時に草刈り機のエンジンをね、かけたことがまずないですよね。エンジンがうまく始動してくれればいいんですけど、まあエンジンがね、始動することができなかったら、もうこの企画はね、ここで終了となってしまいますよね。まあそうは言っても、私にできることは以前の動画でも紹介した正しいエンジンの始動方法、このやり方でのエンジン始動しかできませんので、
そのやり方の通り指導を行っていきます。いやー、いい音してますね。こんな寒い状況の中、いつもと同じやり方でエンジン始動ができるっていうのは、なんかすごいなーっていうふうにね、感じました。少し暖気運転をして、エンジンを温めていきたいと思います。初日の出暴走いかがだったでしょうか。そもそもね、雪による暴走効果っていうのが常にあるわけなんですけれども、暴走族としては新年の狩り始め、この暴走行為をやらないわけにはいかないだろうということで、挑戦チャレンジをしてみました。今回雪の下にね、草があるなというふうに思ったのは、雪国では人参ですとかキャベツっていうのを雪の下にね、寝かしておくんですよね。収穫しないでそのまま雪の下にしておくことで、スノーキャロットとか雪中キャベツなんて呼んでるものがあります。雪っていうのは氷ですので0度なんですよね。まあ0度のね、中で保管することで天然の冷蔵庫になって、野菜の甘みが増してね、非常に美味しくなるんですよね。雪国ならではの食べ方なんていうのもあります。そんなことからね、今回の初日の出暴走ちょっと企画をしてやってみました。ちなみにですね、自分でもアホなことやってるなっていうのはね、十分認識してるんですけど、今年も理屈じゃない遊び心を大切にして撮影を行っていきますので、引き続き応援よろしくお願いします。そして昨年の年末に行ったステッカーのプレゼント企画なんですけど、非常にたくさんの応募ありがとうございました。当選発表につきましては、厳正なる抽選の上、発送をもって返させていただきたいと思います。ただ今回発送ね、残念ながらできなかった方に関しては、次回プレゼント企画を行った際に当選確率を2倍にしたいと思います。まあなんとか皆さんにね、感謝の気持ちとしてプレゼントをしていきたいという気持ちがありますので、ご理解をお願いできたらなというふうに思います。そして窃盗団の窃盗行為や暴走族の暴走行為、非常に大変な作業ではあるんですけれども、少しでもその行為が楽しくなるようにお手伝いできればと思っておりますので、気軽にコメントやチャンネル登録をしていただけると嬉しいなというふうに思います。それでは本年もトラブルのない年となりますようお祈り申し上げます。ありがとうございました。